機関を待たせ、もうすぐ始まるよ。せーの、アズレンナビゲーション抜秒。お持ち指揮官の主張。ユニオン GA のサンディエゴに言いたいことがある。なーにー？サンディエゴ、もう今週ナナディエゴ。指揮官の皆さん、こんばんは。アズールレンで千歳と千代田の声を担当しています関根瞳です。アズレンナビゲーション、略してアズナビ、第23回の配信が始まりました。はい、ということで今回も番組の冒頭でアズナビ指揮官の主張から始まったんですけれども、そう、ちょっとこちら文章もいただいておりまして、おもちさんですね、おもち指揮官さん、今週だけでサンディエゴを7体建造しました。でも可愛いのでよしですとのことで、ありがとうございます。私はね、まだ1ディエゴも来てないんですけれども、何なんだろう、私そんなにやっててくれないのかな。いつか出会いたいなというふうに思っておりますので、はい、ということでですね、ちょっとね、さっきナーニーがちょっと多めの人数聞こえたような気がするんですけれども、ちょっとそちらも楽しみにしていただきつつ、今回もこの方と一緒です。指揮官の皆さん、こんばんは。ヨースターで広報 PR 担当してます運営 M です。今回ナーニー一人じゃなかった。ナーニーが寂しくなかった。いろんなナーニーが、いろんなナーニーが聞こえてたので、聞こえて、どこの正体の分かります、何か、何か多分人だと思う。人だよ。違うの、ゲストを呼び込む早くっていう流れに持ってきたかったの。そんななんですよ。やべえやつじゃないの。すいません、組み取れなくて。いるかなとかそういうじゃない。はい、ということで今回もちょっと私のね、あの仲良しな、そうそう、それでお呼びさせていただきました。あ、そうなんですね。あのスタジオでおしゃべりしてる時に仲いい方なんですよって言ってて、あ、じゃあぜひぜひと思って、ちょっとじゃあもう早速お呼びしたいので、なんかすごい揺れてるんで隣に。はい、ということで YouTube でご覧の方はぜひコメントをたくさん打ってお楽しみください。はい、お願いします。そしてチャンネル登録の方もぜひよろしくお願いいたします。それでは始めていきましょう。アズレンナビゲーションスタート。アズレンナビゲーション、この番組はヨースターの提供でお送りします。アズレンナビゲーション、アズレンナビゲーション。改めまして関根瞳です。運営 M です。早速今回のゲストの方に登場していただきましょう。ご挨拶お願いします。どの紅茶を入れようか迷っていたら、もうラジオのお時間ですか。花月、指揮官さんのためにいろいろお話ししに参りました。よろしくお願いします。指揮官の皆さん、こんばんは。アズールレーンで花月の声を担当しています黒木ほのかでーす。イエーイ、お願いいたします。イエーイ、ほのけが来てくれました。ほのけって呼んでるの。そう、あのほのけって呼んでます。私は呼ばれてるんです。逆に黒木さん、なんてお呼びしてるんですか。ひとみんって。いいなぁ。でも、そうですよ、二人っきりの時はたまにひとみって言います。そう、二人きりのシチュエーションよく聞いてもいいですか。ひとみ、まあその、 あのお仕事の現場で一緒になった時にこう周りの人がね、ちょっと離れた場所にいる時とかはやっぱ二人っきりの空間空気になっちゃって、やっぱ気づいたらひとみって口から出てきた。いいな、壁になりてえな。スタジオは M さんとは違うんですよ。関根さんっていうのとは違うんですよ。M さん、M さんもひとみんって私のことを呼んでくれるってなんか最初の方では言ってたんですけど、はいはいはい、気づいたらなんか関根さんはなんか距離感じちゃってます。人を下の名前で呼ぶの恥ずかしくないですか。タイミングが、いや、ごめんなさい、全然恥ずかしくない。なんで私黒木さんに同意を求めようとしちゃったの。でもやっぱひとみんがこう可愛すぎるというか、それはある、なんか本当に愛おしすぎて本当にある、若干距離の詰め方が難しいみたいなのは分かるかもしれない。そうなのかな。そうなの。M さん可愛いね。今そうなのって前乗りの感じ可愛いね。でもなんかちょっと毒舌な感じなんだね、M さんに対しての。M さんは、M さんはそういうのが好きだから。あ、そうなんだ。そうなの、いいんだよ、お好みに合わせてね。そう、
次は あの大人の余裕でやられてるだけなんですよ別に。そう、瞳を遊ばせてるみたいな認識なんですね。逆に、逆に、そう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 。そうなんですか。もうゆうさんがそう思うんだったらごめんね。ユニセンカのバトルがすごいな。ごめんね。楽しそうだ。うお楽しいですね。いや楽しい。生き生きしてる関根さんを見るの楽しい。私も楽しい。やっぱりなんかちょっとこうなんていうのかな、友達というかお姉ちゃんが来たみたいな感覚というか。おお。そうなの？お姉ちゃんって思ってくれてるの？お姉ちゃんというか、なんだろう、なんかこう、なんだろう、うん、やっぱりこう、親しい人が来ると嬉しいですよね。好きだ。今日私、壁とかになって2人でちょっと見つめてたいな。もうそういうの好きだな。3人でお話ししましょう。ぜひよろしくお願いします。黒木さんは花月ちゃん演じてるんですけれども、はい、そんな黒木さん演じる花月についてご紹介します。はい、獣王所属の駆逐艦、うん、優しい性格と雅やかな見逃しが、やばいね、ちょっとテイクついてもテイク3ぐらいでいいですか。優しい性格と雅やかな見こなしが文章変えよう。優しい性格とが印象な秋月ガンタの13番艦ですね。なるほど。はい、すいません。ちょっと漢字こんなに弱いと思わなかった。まあまあ手伝う仕事の順序から飾る花の種類までよく戸惑ってしまうこと、選ぶことがちょっと苦手、うん、ね、大正ロマン風の衣装も可愛いですし、名前にある通りね、こう花のエフェクトみたいなのがほほほほって飛んでたりとかして、すごく可愛い子なんですけれども、いや私も花月ちゃんは持っていますよ。そうなんですよ、ついね、そうなんです、先日でもないけど、まあ、常設実装もされまして、誰でもお迎えできますし、することができてすごい可愛い。あとこうほのけのいつものイメージ と結構違くて、だいぶ違うね。こんな顔ハワワみたいなハワワって言ってるみたいな、すごい可愛くて、あの黒木さんがハワワって、いやなんかこういう感じは私あんまり聞いたことがなかったので、うんうん、すごくだからどういう風なあの収録時のエピソードとかすごい気になるなと思って、うんうん、こういう系だと逆に結構やられてる、うん、ここまでこう清純派というか誠実でおとなしい感じのお上品な子っていうのはあんまり実はやることがないので、あ、私でいいんですかと思いながらね、現場には向かったんですけど、結構丁寧にそのディレクションというかキャラクターの作りを一緒にさせていただいたので、まあ、収録自体は楽しんでやらせていただいたんですけど、そうですね、自分自身もやっぱちょっと珍しいなっていうのは、何かを引き出したみたいな、ありますね、うん、可愛らしい見た目なんですけど、そのキャピキャピしすぎないようにっていうのはちょっと気をつけました。あのその指揮官さんにこびるタイプではないなって思ったので、その、うん、落ち着いた可愛さみたいなところが確かに出てる、醸し出せるようにっていうのは気をつけましたね。でも千歳と千代田と一緒の獣王だから、そう、仲間ですね、友達ですよ、もしかしたら一緒に遊んでるかもしれない、遊んでるかもしれない、素敵だね。でもどうかな、千歳がちょっとコミュ力低いところがあるから、確かに、で花月ちゃんもなんか高いとは思えないんですよ、まあ、そうですね、人並みより少し下かもしれないなぐらいの、人を立てすぎてそんなにグイグイ来るイメージもないから、二人の空間すごそう、なんかみたいな、確かにゆったりとした空気は流れてそうですね。でもいいですね、千代田がでもこ うまく確かにうまくまとめてくれるような気はするんですけれども、はい、ということでですね、はい、ほのけ宛てのメールもたくさん届いていますの です、来てます、ということでこちらのコーナーに行ってみましょう、はい、あずなびメール、パーソナリティへの質問やメッセージなどを紹介していくふつおたのコーナーです。はい、まずは辰宮指揮官から来ております。ありがとうございます。はい、関根さん、 M さん、黒木さん、こんばんは。こんばんは。黒木さんがアズナビ出演すると聞いて投稿させていただきました。ありがとう。黒木さん演じている花月なんですが、実装されて一目惚れして自分の中で当時最速の3日で結婚をしました。早い、すごいな、好感度ガッと3日で上げて、3日で、ね、3日で愛を育めるんですよ関根さん。嘘でしょ、どうして私と関根さんの愛は第20何回にもなってるのに。おかしいな、そろそろ指渡せてもいい気がする。すいません、ちょっと脱線しました。はい、今でも駆逐艦の中では一番の推しです。
水着もいいですけど、やはり通常の衣装が好きです、うん、控えめな性格なのに衣装はどっちも大胆なところがたまりません。確かに当初はボイスが未実装でどんな声がつくんだろうとワクワクしながら育成していて、ボイス実装で声を聞いた瞬間、隙間にぴったりとハマったかのようなイメージ通りの声でますます愛着が湧きました。これからも応援しています。頑張ってください。ありがとうございます。素敵なコメント、ね、本当言ってくださるの嬉しいですよね。嬉しいですね。そうやっぱりこうあのボイスが後から、うんうん、そうなんですよ ね実装ということで、やっぱりその花月ちゃんに対する指揮官さんが持ってるイメージって多分それぞれあるだろうから、その辺を壊さないようにやっぱりね、こうで花月ちゃんの雰囲気に合った感じでお芝居できたらいいなっていうのは結構ドキドキでしたね。後からってなるとそういうところが心を ね思っちゃいますよね、うん、いやでもすごいすごいいい声なんだよ花月ちゃんは。いやーかわいい。あそこ持ってるか。そう本当にあの強化した時のボイスがめっちゃ好きで、なるほどみたいな、なるほどみたいな、かわいい、なるほど照れちゃうな、なんかありがとう目の前で可愛い、うん、こうなんだホムケとはやっぱり私もこうなんだろう、うん、個人的な付き合いというか、うんうん、やっぱり自分自身との付き合いの方が、ね、個人的な、ね、付き合いがねみんな言われたいなその方が多いので、こうなんかそういうお芝居の部分を聞くっていうのがすごく嬉しいなって思って、可愛い、すごく好きな、うん、もっと育てたいなって今自分のちょっと感性を育てるのに必死なのでそれが終わったら花月ちゃんを育てたいなというふうに思いました。はい、じゃ続いても紹介したいと思います。もこじ指揮官さんからいただきました。ありがとうございます。ひとみん M さん、ゲストのほのけ、こんばんは。こんばんは。ほのけ演じる花月は物腰柔らかく奥ゆかしい、おしとやかを絵に描いたような性格ですが、その反面優柔不断で物事を決めるのが苦手という一面がありますね、うん、ほのけは物事をスパッと決められる方ですか、それとも迷ってしまう方ですか、うん、何かエピソードがありましたら合わせてお聞きしたいですとのことです。確かに気になるかもしれない。迷うタイプですね私自身も。それこそなんかあのお昼ご飯をこうコンビニとかで買う時も、うん、パンにしようかおにぎりにしようか、どっちもしようなで、パンに決めたらどのパンにしようかとか、そう、お惣菜系なのか甘い系なのかどっちも美味しいもんみたいな、結構悩みがちではありますね。あとなんか大きい買い物、家具とか、うんうん、買う時は本当に悩んじゃって、それこそひとみんに、うん、あのカーペット絨毯を捨てて新しく買うかみたいな相談をされたことあるの？あるね、なひとみんのお部屋って カーペットとか引いてるのって聞いてやんわりしたからどうなのかな、よその家もみたいな、ひとみんのお部屋事情まで聞いてそういろいろ考えて買いましたね。的確なアドバイスできてましたか？いやそうですね、ひとみんのお部屋には今はないよって言ってたけど、もうないのもいいしあるのもいいよねっていう、もうすごいあの優柔不断な背中を全然押さないね優しい回答優しさをしてしまった。なんか包み込むようなね、あったかさがあるからな、ひとみんは。あ、そうだって悩んじゃうけど、イチャイチャしちゃって嬉しいです、イチャイチャしちゃってそっか、なんか買った分なんかパッと見たらなんか、うん、すぐ決められそうな感じのイメージが私は、うん、最初はあったんですけど、知れば知るほど確かに結構迷ういいところはちょっと似てるのかなって。でも安心してください、私が全部もう全部買っちゃえばいいと思うんで、私がそこは全部買うんでそこは任せて解決しましたね。散財型か、なるほどなどれが欲しいの、どれも買っちゃおうカーペット買ってから決めるわけ、買っちゃおう買っちゃおう、嬉しいなここにクレジットカードがあるからね魔法のカードだ、魔法のカードがあるからねって、リムさんの財力で財力で優柔不断をどうにか、石油掘り当てに行くわ養うためにはい、ということでですね、たくさんのメッセージありがとうございました、はい、引き続き番組では指揮官の皆さんからのメッセージをお待ちしています、はい、アズレンをプレイしていて達成したことやアズレンでの失敗談、さらに私たちに聞いてみたいことなど何でも OK です、はい、たくさんの投稿お待ちしています。アズレンナビゲーション、続いてはこんな企画をやっちゃいます。愛を込めて指揮官に花束を。
はい、花をめでたり飾ったりすることが好きな花月ちゃんにちなんで、うん、今回スタジオに切り花と花束用のラッピングを買ってきていただきました。これから私とほのけでそれぞれオリジナルの花束を作っていきたいと思います。なるほど、楽しみ。いや、花月ちゃんといえば、まあ、そうね、お花、ね、しかもほのけも結構お花好きだよね。お花好き、お花飾ってるイメージが。そう、お部屋にちゃんとドライフラワーもそうだし、造花もそうだし、生の花生花ってどうやったら長持ちするんですか、うん、ああでも長持ちする液体みたいなのを結構つけてくださるお店が今は多いから、あとはまあ茎をちょこちょこ切ってあげるとか、うん、そうなんだ。やったら1週間で元気なくなっちゃって、うん、難しいんだ。そうそうそう、長持ちさせる方法とかあるのかなって、確かに難しいかもしれない。確かに花束をまあ作るっていうのは意外とないよね。そう、飾ることがあっても確かにないですよね。なので、ちょっと初花束、ね、作りかもしれないんですけれど、ワクワク。花束作ってでもどうするんですか？花束をですね、うん、作って完成したら、セリフとともに、なるほど、M さんに渡して、ですか、花束のデッキとセリフの検定度合いを判定していただきたいと思います。しょうがないな。じゃあ仕方ないんで引き受けですよ。満面の笑みなんですよ。仕方ない。誰が企画したんだろう、この企画は。はい。はい、はい、ということで、まあ、M さんにちょっとこう、うん、ハマる感じの言葉と花束を使っていけたら、うん、ラッピング力を見ますから私。おいいですね。ということで、愛を込めて花束作りスタートです。緊張するよ。あードキドキ。お花はちょっと先に選んだんですけれども、でもたくさん種類ね、はい、回してます。用意していただいて、こちらの花を私は選んだ、待って私全然選びきれてないの本当。どうしようかな、ピンクやっぱり。まあね、花月ちゃんといえばピンクカラーですからね。オレンジですか？オレンジですね。どうしよう、難しい、結構、うん、切っちゃう。これ切るときってどこから切るんだろう。あ、結構切っちゃっていいのかな。この節みたいなところの上で切るのかな。あ、そうかもしれない。長さも重要ですからね。やっぱそこの長さが私への愛の長さだと。あ、じゃあ今切ったあかんな。確かに。どうしよう、ささやかな青。うん、切れてないのに追加してます。難しい。あ、でもこういうのもいいのかもしれないな。そろそろラッピングをしないと時間がなくなりますよ。汗。私へのセリフが短くなっちゃうのでちょっとやめてもらっていいですか。じゃあもっとセリフに時間を割いてもらっていいですか。1分ぐらいの超演説で。出会った時から決めてました。1分長いな。校長先生だってそんな話さないかもしれない。でも楽しいぞ。しかもめちゃめちゃスタジオがいい香りね。いいね。うん、ハッピーだ。包み方もわかんないよね。何この紙、地面に置いた方が良くないですか、関根さん。地面というか、そうの方がやりやすそう。そうで、どう、かわいい。あ、かわいい、かわいい。なんか、あ、いなくなっちゃうんだけど。あれ、あ、でもちょっとね、そのびっくり箱的な、どうしよう、どうなんだい、どう包むんだい。いや、包んだ後折ればいいのでは。いなくなっちゃうのよ。確かに。クレープってどうやって包んでるんですかね。クレープも食べないからな、あんま。なんか違うんだが、難しい。頑張れ頑張れ、関根さん。せっかくのラジオなのにガサ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 してすいません。声をお届けしたいのに。違う、多分。いや、でも関根さん、自分を信じていきましょう。自分を信じるしか、うん、手巻き寿司なんだけど。いや、ほんとそうなんだよ、ね。なんか最近ほら、置いて写真撮るみたいな流行ってんじゃん。こうなくの平らな感じで。関根さんこれにしよう。よし、できた。できた、なんとなくできた。はい、ということで2人の花束が完成したらしいです。ラッピングも
で至ってないですけど、関根さん大丈夫ですか？はい、この自分でここは持とうという。あ、なるほど。自分の手で持とうっていう、ね、大事よ。持たないと落ちるぞという。うなぎ捕まえたみたいになってんのよ。じゃあまずは関根さん披露してください。これ、あの今だんだん徐々にラッピングがほどけ始めてるんです。あれちょっとポイントなんか説明していただいてもいいですかね。はい、ですね、うん、これはなんだろう、華やかな、うん、こうお祭りのような気持ち、うん、気持ちでっていうのをちょっと自分の中で表現してみたというか、 なるほど、ね、なんだろう、コンテンポラリーダンスみたいな気持ちで作りました、この花束を。あ、深いですね、自分の感情で作るみたいな。全工程な、ね、黒木さんってその感性とても大事にしてほしい、はい、私もそうですね、やっぱ私も全工程してようと思います。テンポラリーダンスっぽくていいと思います。ありがとうございます。でもやっぱ大事なのはセリフなので、はいはい、ではちょっとセリフ添えて渡してください。いきたいと思います。 M さん、この花束、 M さんのことを思ってダンスしてみました。私の気持ち受け取ってほしいな。どうでしょうか。え、めっちゃ笑っちゃったんだけど。笑っちゃったね。やっぱ笑顔にする。あ、やっぱ、なるほどね、相手を笑顔にしてまずスタートしようみたいな。キュンって難しいな。さっきから言ってることめちゃくちゃ出ましたね。いや結構いい感じなとは思ったんですけど、やっぱりその M さんは、まあ、キュンももちろん大事ですけど、うん、やっぱりこう、うん、楽しさ、私といったら楽しい、うん、言ってほしいなという、笑顔を与えることができますと、この気持ちでちょっと言ってみました。参考になりました。あれ次はあの黒木さんもお願いしてもよろしいでしょうか。はい、そうですね、じゃあもう早速。そうね、まず黒木さんの花束はこちら、はい、こんな感じです、はい、ちょっとセリフ、アレンジのポイントとかありますか。アレンジのポイントはあの素材の良さを生かしていく、大事ですね、ナチュラルことですかね。あまりこう不必要に手を加えない、これがやっぱ花には大切です。先生だ、先生、花の先生だ。やばいよ、うん、ちょっとシンプルな感じになりましたけれども、いい、でもいいですね、はい、じゃあちょっとセリフとともにいただけますでしょうか。はい、M さん、出会ったのは初めてですね。今日からこの花束みたいに私と M さんの人生を束ねてみませんか。拍手拍手が巻き起こってます。関根さん、これなんか選ぶ花束はみたいなくだりいります？もう分かるんですよね。結果、確か必要かな、やっぱ必要かな。指揮官さんも今迷ってるかもしれない。迷ってると思います。今コメントが大荒れだし、秒で決めたけどあれ、はい、ドンって落ちたけど、まあ、でも一応言っておきますと、こちらの花は持ち帰るのは一つだけとなっておりますので、そうなの、なんてこった。どうか選んでください。私が選ぶ花束は、え、関根さんではなく黒木さんの花束です。女優泣いてる。私ですか。これまで辛い道のりがあったと思うんですけど、はい、やっぱりそういった努力も加味して、はい、黒木さん選ばせていただきます。ありがとうございます。エントリーしてくれた皆さんがもうすごいレベルが高くて、絶対私じゃないと思ってたら、ありがとうございます M さん、よろしくお願いします。結婚成立です。いや、2人でこのあれで喋るとなんかお風呂で会話するみたいに聞こえるんだけど、1人でセリフ言うからなんかよく聞こえるけど。確かに確かに親密な関係すぎるね。まあね、コーナーは以上となります、はい、ということで以上、愛を込めて指揮官に花束をでした。バズレンナビゲーション、続いてはこちらのコーナー、俺の理想の姉妹な花月、イエーイ、はい、
姉妹が妄想シチュエーションを送ってもらうこのコーナーなんですけれども、今回はゲストのほのけが演じる花月ちゃんをフィーチャーしていけたらいいなと思っております。花月ちゃんがもしお姉ちゃんだったら、もし妹だったらという妄想シチュエーションを指揮官の皆様から募集いたしましたので、ほのけにそちらを演じていただけたらなと思います。いっぱい来ました。ぜひね、なんかヘッドホンとかイヤホンとかで聞いていただけたらいいなーなんて思います。いきなり黒木さんもやれって言われてもちょっとどうですか。まあできなくはないけど、でもやっぱりお手本みたいなのはあった方が、まあ、あー M さん誰かいない、ちょっとお兄ちゃんやばいお手本があったら嬉しいなって思うから、ちょっとひとみん見せてほしいな。あ、まあ私のね、このこちら、あの、はい、千歳と千代田のコーナーになっておりますので、ちょっと私も久々なのでちょっと楽しみだし、あ、そうなのか、やりたいなというふうに思っておりますよ。はい、じゃあまずエルエル指揮官さんからいただきました。はい、ありがとうございます。最近ちょっと落ち込むようなことがあったので、千歳と千代田それぞれの目線から励ましてほしいです。千歳なら優しく、千代田なら元気系でお願いしたいです、とのことです。はい、よし、じゃあ千歳千代田答えてもらいましょう。お願いします。指揮官、どうしたの？何かあった？もしよかったらお話聞かせてほしいな。千歳姉にお話を聞いてもらったら、私と一緒に遊びに行こうよ。パーッと遊んで落ち込んだこと忘れちゃおう。花束は何だったんですか？かわいいな。萌えだね。いやー、よかった、花束も作れなくてこれもできなかったら私は何個もいっテンポラリーダンスって何だったんだろうってくらいよかったちょっとよかった、久しぶりにやったので、ちょっとでも感覚は鈍っていなかったのかなと思いたい、こんな感じでですね、ちょっとこうシチュエーションだったりとかセリフだったりとかを皆様から送っていただいたので、ちょっといろいろ紹介していけたらなと思います。これちゃいますか、なずきちゃん。私から、指揮官さんからメッセージがある、あ、紹介させていただきますね。タイの天然水さんからいただきました。ありがとうございます。本当は一緒に遊びたい感じの花月に、もじもじされたいという思いをセリフにしてみました。おー、詰まってますね。うん、じゃあ行きます。それではお願いします。お願いします。指揮官さん、もしお暇だったら私と、アイスとか食べます？紅茶にもよく合いますからね。で、食べ終わったら私と遊んで、この後海域に行ってなきゃ。あ、そうですね、指揮官さん忙しいですもんね。早く帰ってきてくださいね。いや、感情のジェットコースターがすごかった。もうめっちゃ可愛い、遊ぶってなってから、いや、指揮官空気読めよってなって、最後に、抱きしめるってなった。かわいい。ギューってなった感情が。いい。この指揮官どうだよ、ちょっと。確かに鈍感なんじゃない？鈍感すぎません？あんな可愛い子がここまで言ってるのになんで会議出ちゃうんですか？逆に会議出てるだろうな、きっと。逆にこういう一面を見たくて引き出しちゃってるのかも、この指揮官さんは。もしかしてわざと言ってる、会議に出ちゃおうかなみたいな。悪い人はい、会議出ちゃうかな、チラみたいな。出ちゃおうかなめちゃめちゃかっこいいじゃんこれ。早く帰ってきてくださいねの後に、あ、お前も行くんだよ一緒の会議にって、キューン月ってなる。あー、そういうことか。素敵なセリフありがとうございます。ありがとうございました。ありがとう。はい、じゃあ続いても、はい、お願いします。ベネット指揮官さんからいただきました。ありがとうございます。花月ちゃんにお姉さんになってもらって、雨で傘を忘れてしまった僕を仕方なく傘に入れてほしいです。セリフはお任せします。
よろしくお願いします。なんされてる。私がシチュエーションなんかやってるから普通に考えなってるけどねえ、難しいことですよ。やっぱりアドリブ回感じですけれども、大丈夫ですか。まあ、が頑張ってみますね。では花月ちゃんお願いします。お願いします。いたいた、もう傘忘れていったでしょ。はい、これ。でもお姉ちゃんも傘忘れちゃって一本しかないから、一緒に入って帰ろっか。すごいよかった、すごいよかった。すごいよかった。え、感覚シーンあったな。すごい、30秒ぐらいでパッて考えたんですけど私、いや、黒木さんの持ってるものがもうキュン力が高いんでしょうね、きっと。さっきの花束というか、あ、確かにライターにも慣れちゃうかもしれない。慣れちゃいますよ、慣れちゃいます。いや、いい。こうなんか結構控えめな感じだから、どっちかって言ったら妹っぽい、そうだね、イメージがあったんですけど、ね、うん、姉もいいみたいな。そうそう、姉もいいなっていう。いこのお姉ちゃんいたら最高だよね。いいな、自分家の傘を全部燃やして一本にすれば怖い、いいってこと、怖い、いいってこと、このシチュエーションが生まれるってこと。でもいい、このセリフ聞いたら急速に小さくなりました、私が。小さな男の子みたいな目線急に半端吐くような感じで少年になりました。素敵なシチュエーション、ありがとうございます。はい、ということでちょっと名残惜しいんですけれども、今回はここまでです。ちょっとお姉ちゃんだったりとかいろいろ新しい可能性を発見できたような気がしますので、妄想フル回転皆様ありがとうございました。ということで以上、俺の理想の姉妹な花月でした。アズレンナビゲーション、続いては月替わりでゲスト観戦の声優さんが担当するマンスリーゲストコーナーです。今月は中原舞さんが担当しています。それではどうぞ。アズレンナビゲーションを聞きの皆さん、こんばんは。アズールレーンで赤木ちゃんの声を担当しています中原舞です。6月は私がこのゲストコーナーを担当しています。今月行っている企画はこちらです。より重いのはどっちクイズ。私が演じる赤木といえば指揮官への愛が重い感染です。ということで今月は重さがより重いのはどっちか、選択式のクイズに挑戦していきます。問題はですね、私中原が読み上げさせていただきまして、赤木さんに回答していただきたいと思います。では早速ですが、今回の問題はこちらです。金とプラチナ、より重いのはどっち。そんな高価なものだって持ってないから金とプラチナでしょ。でも金ってめちゃくちゃ重いっていうイメージはありますよね。難しいですね。いや、でもしかし赤木さんでしたら重量の問題はしっかりと正解を出してくださると思います。では赤木さん、お願いします。たとえアクセサリーだろうと、この私より指揮官様の近くにいるなんて許せない。失礼、少々取り乱してしまいましたわ。そうですね、金とプラチナ、より重い方は金ではないでしょうか。プラチナの方が重いんですね。なるほど。金が1立方センチメートルあたり 19.3g で、プラチナが1立方センチメートルあたり 21.5g。 なるほど。ちょっとね、私もいい大人ですので、プラチナのね、アクセサリーとか一つぐらい持ってたいなって思いました。なるほど。というわけで今日は勉強になりましたね。赤木さん、プラチナの方が重いそうです。さあ、というわけで今回はここまでです。こんな感じで重さクイズに挑戦していきますので、次回もお楽しみに。
そして最後にこのアズナビのパーソナリティである関根瞳さんに一つ質問をということなんですが、今回は赤城はカグが作る和菓子が好物ですが、関根さんは和菓子で好きなものは何ですか？ね、アニメーションの方とかでも、コンペイトーのね、シーンとかがあったりして、なんかほっこりしますよね。和菓子いいですよね。私もね、和菓子大好きなんですけど、なんかここで和菓子好きっていう話をした時に、こう、まず、粒あん派か、こしあん派かっていう論争絶対あるじゃないですか。私、ちょっと前までは粒あん派だったんですけど、なんか、こしあんの魅力にも最近気づき始めまして、こしあんがブームです。美味しいですよね。なんか今まではその粒々感がないと食べてる感じがしなかったんですよ。だけどさらっとしたこう喉越しの良いというか、ああいうのもなんか大人ならではなのかな、こう繊細さみたいなのがこうより分かるような感じがして、最近はこしあんにハマってます。はい、関根さんは和菓子好きだったらどんな和菓子にハマってるかも聞かせていただけたらと思います。ということで次回も私中原舞がお届けしていきます。それではまた来週。中原舞さんありがとうございました。はい、ということで質問もいただいていて、うん、和菓子が好物ということなんですけれども、はいはい、なんだろう、私、うん、和菓子か。でも水羊羹が好き。水羊羹、季節的にも。え、知ってます？え、ありますよね。水羊羹知らない人って思われてる関根さんに私え、黒木さん水羊羹知らない。なんか手挙げちゃったよ。冷たい羊羹みたいな、あれ合ってます？羊羹って割と冷たいんじゃないの？あ、でもなんだろう、固形サラサラしてよりかはもっとこう、なんだろう、入れ物もゼリーっぽい入れ物に入ってるというか、あー、優しい羊羹、優しい、優しい羊羹、ぷにょぷにょな羊羹みたいな。黒木さん和菓子食べることありますか？和菓子、あれこの話題広がらないなと思って。わらび餅とか似合う、いちご大福とかも和菓子かな。その辺は食べるかもしれないです。二人は料理する系女子？料理、まあお湯とか沸かしたりとか。そうですよね、うん、カップ麺注いだりとか。立派な料理だな。ゆで卵ゆでたり。すいません、中原さん、話題のチョイスが間違ってました。いや、私の国が間違ってるのかな。でも和菓子ってなかなか作るの難しいけど、そうですね、ちょっと挑戦してみるのも確かに面白いのかも。確かに確かに、やらない以外だったりもするので、ちょっと私も作ろう。じゃあ水羊羹。水羊羹作れるか。黒木さんへの感想楽しみにしてます。ハードル高くなって大丈夫？人見るから怪物体を食べさせられました。多分大丈夫だと思いますよ。はい、ということでありがとうございました。次回のマンスリーコーナーもお楽しみに。アズレナビゲーション、お送りしてきましたアズレナビゲーション、そろそろお別れのお時間になってしまいました。番組では指揮官の皆さんからの投稿をお待ちしています。メッセージの宛先はあずなびアットマーク温泉 .ag まで送ってください。番組ページの投稿フォームからも送れます。はい、そして番組公式ツイッターも稼働中です。普通歌やコーナー宛のメッセージはツイッターでハッシュタグあずなびをつけての投稿でも OK です。ではここで指揮官の皆さんから送っていただいたイラストを紹介していきましょう。いっぱいありますね、うん。はい、ではまず、お豆腐指揮官さんからいただきました、はい、こちら。あ、かわいい、かわいい。ゲストがほのけということで、以前描いた花月ちゃんを、あら、ありがとうございます、はい、配信を楽しみにしてくださっているみたいですよ。配信どうですか？かわいい、うまい、ね、上手だね。すごい、花月ちゃん描いてる方多いですよね。よく見かける気がする。確かに、なんかね、そうなんですよね。なんかそのあんまりこう花月ちゃん自体ド派手なこう、うん、設定がモリモリっていう感じのタイプの子じゃないから、そんなんだろう、目立つ感じじゃない気がしてたんですけど、結構ねお目に留めていただいてる指揮官さん多くて、いい、めちゃめちゃ嬉しいですね。ちょっと珍しい表情ですね。可愛、はい、い, い, い, い、ありがとうございます。じゃあ続いて、はい、新大瀬指揮官さんからいただきました、はい、こちらです。おー、アナログかな、かわいい、
花は人の心を伝えてくれます、私の心伝わっていますか、うん、とのこと。素敵なセリフ。花月といえば花のように愛らしい姿、優柔不断なところも含めて素晴らしいです、うん、獣王の子で最初に結婚した子です、うん、とありがとうございます、はい、表情がいいね、花月ちゃん。柔らかいですね、かわいい、ありがとう、ありがとう、嬉しい。まだまだありますか、まだあるんだな。続いてこれがヤシオ指揮官さんからいただきました、うん、ありがとうございます。次回のアズナビがほのけということで、うん、という風に絵を描いていただきました。え、待って、これってこういう感じになってるんですか。花月ちゃんって結構そうなんですよ。あんなね、おとなしい。そう、あの横おっぱいと横からに弱いというか、うん、そう、横太ももがね、あらわになってるんですよ。やばい。でもちょっと白狐先生が描いたやつよりはるかにちょっと肌面積が多いかもしれないですね。多いかもしれないな。セクシーバージョンだ。かわいいね。ありがとうございます。では続いてトミー指揮官さんからいただきました。こちらです。あらま、幻想的、めっちゃかわいい。はい、こちらはですね、うん、ほのけがゲストにいらっしゃるとのことで花月ちゃんを描かせていただきました。あ、ありがとうね。かわいいとのこと。いやー、これ素敵だね。これまた素敵、かわいい、いい花、さなびらか、なんか。そうですね、また、うん、なんか奥行きがありますね。いい、かわいい、うん、手袋もいいな、やっぱすごく花のいい香りがしそう、うん、そうですね、かわいい、と光の感じとかもおしゃれだな。いいですね、ありがとうございます。はい、指揮官の皆さん、イラストいつもありがとうございます。はい、はい、ハッシュタグアズナビ創作をつけてのツイート、もしくはメールアドレスにてご投稿お願いいたします、うん、そしてサムネイルで紹介させていただく場合にはツイッターの場合、番組公式ツイッターに DM を送らせていただきます。 DM をお送りできるように番組公式ツイッターのフォローお願いします。はい、ということで今回の放送をお送りしてきたんですけれども、まあ、ほのけが来てくれて、花月ちゃんの魅力をいろいろとですね、楽しかった、うん、嬉しいな。短いどこ行く？あ、どこ行こう、どこ行こう、和菓子、和菓子、和菓子屋さん、和菓子屋さん、和菓子いいですね、甘味どころに行きましょう。じゃあなんかよかったら、うん、指揮官さんにメッセージとかがあったらいいんですか、まあ、まあ、常設になったということで、うん、きっとね、花月ちゃんのことをお迎えできた指揮官さんもたくさんいるかなと思うので、引き続きね、この優柔不断でおしとやかな花月ちゃんをね、愛していただければと思います、うん、あ、今日コメントとセリフ全部完璧です本当ですか、完璧だ。花月ちゃんがやっぱ完璧な割と女の子、うん、確かに、その辺に引っ張られて今日は私自身も調子がいいのかもしれない花束もいただいちゃいましたしね。そうだ、いただいて帰ってくださいね、一つ選んだ花束をさ、関根さんのはどうしようかな、番組あのここに置かせていただきそれはずれてるしはい、ということで、はい、それではお別れのお時間です。本当にありがとうございました。ありがとうございました。お相手は関根ひとみと、ウエムと黒木ほのかでしたバイバーイ。アズレンナビゲーション、この番組はヨースターの提供でお送りしました。アズナビ道場、あっち向いてほい、向いてほいで反射神経を鍛えよう。矢印と違う方向を向いてね。それじゃあ行くよ。せーの、あっち向いてほい。結果はどうだったかな。来週もまた見てね。バイバイ。